岡田彰布氏が再び監督に就任し、悲願の日本一に向けて着々と準備を進めている阪神タイガース。早くも岡田節が光る様々な改革がチーム内で始まっており、方々から注目が集まっています。そんな中、岡田監督が昨シーズンまでのチームについて漏らしたある不満が話題となっています。中でもかつて岡田氏が阪神の監督を務めていた時代に、その才能に惚れ込んで獲得した選手を放出してしまったことや、それによって岡田監督が目指す野球の実現が困難な状況であることについて特に厳しく言及しています。本日は阪神、岡田監督が語る阪神の失態について紹介していきたいと思います。岡田監督の目指す野球について、まず岡田監督が掲げる来季のチーム構想についてです。岡田監督は就任当初、キャプテン制度の廃止を宣言したことで話題になりました。近年の阪神は将来のレギュラー候補である若手が中心の選手層となっていて、チームの若返りが起きている状態です。その点も加味してキャプテン制度を廃止し、競い合い高め合う関係を構築しながら選手を育成していくスタイルを選択したのだとされています。チームを支えたレジェンド糸井選手の引退もあり、来季野手最年長は31歳の梅野選手、投手最年長は32歳の西投手とベテラン不在で迎える来シーズンに注目が集まっています。しかし早速そのチームに課題が見つかっています。それは守備についてです。今シーズンはセリーグ3位と決して悪くない順位でしたが、気になるのはチームの失策数。86個のエラーはセリーグのシーズンワースト、失策数が最も少ない DeNA と比較すると20個以上の差が開いてしまう結果となり、オフシーズンでの大幅な修正が急務となっています。さらに岡田監督は守備を第一に考える構想を明らかにしており、秋季キャンプにおいて早速着手している様子が報じられていました。その背景には岡田監督の現役時代が関係しているとのこと。岡田監督が現役時代守っていたのはセカンド、新人王を獲得するなどの攻守において実績を上げてチームの躍進を支えた選手でした。そんな経験から自身が指揮するチームにおいてもセカンドを含めたセンターラインの強化を公約としています。以上のことから、チームの現状と目指したい野球との間に非常にギャップが生まれてしまっていると言えます。そのギャップもあり、岡田監督は自身がチームを離れていた間の采配について失態があったと指摘しているのです。来季開幕までに岡田監督が目指すチーム像が完成するのか非常に注目です。続いては岡田監督が語った阪神の失態の一つとして挙げているある選手についてです。名手大和選手の放出。岡田監督は現 DeNA 大和選手を FA で放出してしまったことを指摘しています。大和選手は2005年ドラフト4位指名で阪神に入団した選手です。大和選手は入団当初から非凡な守備の才能を見せ、徐々に1軍での出場機会を増やしていきます。2010年には開幕1軍を勝ち取り、内外や様々なポジションで阪神の守備を支えました。そして12年目の2017年、FA の権利を獲得し、挑戦の機会を求めて DeNA に移籍し、現在も活躍中です。大和選手は守備に定評があり、2014年には本職の内野手とは違うセンターのポジションでゴールデングラブ賞を受賞するほどの実力。さらには、かつて7度ゴールデングラブ賞に輝いた経歴を持つ守備の名手、井端弘和氏も、中日在籍時代にその守備を絶賛しています。そして何よりこの選手に惚れ込みドラフト指名を決めたのが、何を隠そう当時阪神を率いていた岡田監督なのです。
内外野を自在にこなす守備のユーティリティプレイヤーの存在は、岡田監督のチーム構想からすれば非常に重宝する選手となったでしょう。阪神に引き入れた岡田監督からすれば、なぜ放出してしまったのかと疑問に思うのも納得できます。では、なぜ当時、大和選手は移籍するに至ったのでしょうか。大和選手が FA 権を取得した当初、移籍の動向は、阪神残留の路線が決定的であり、阪神側もどうしても残ってほしいと好条件を提示していました。その他に獲得に乗り出していたのは、オリックスと DeNA であり、オリックスに至っては、ショートのレギュラーを確約するという条件を提示していた中でしたが、大和選手は厳しい条件での挑戦を選び、DeNA への移籍を決断しています。移籍という結末を迎えましたが、大和選手本人は当初、阪神残留を第一に希望していました。にもかかわらず移籍へと意向が傾いたのは、当時監督を務めていた金本監督本人が強く引き止めなかったからではないかという声が上がっています。どうしても必要であれば、指揮官本人から強いアクションがあるでしょう。過去には、元巨人、長嶋監督が、牧原投手の FA 騒動の際に花束を持って、自宅を訪問し交渉したというエピソードもありました。監督からの強い残留希望がない点から、大和選手は、阪神での自身の未来を案じたため移籍を決めたのではとされています。DeNA 所属中の現在は、守備のみならず打撃の才能も開花し始めており、チームを離れていた間のこの采配は、岡田監督にとっては、簡単に納得できないものとなってしまいました。捕手の固定をしていなかった。続いても、岡田監督が指摘したのは守備の面です。矢野監督が率いていた、数年の間、捕手を固定していなかったことを指摘していました。岡田監督は、チームの構想において、シーズンを通した、守備位置の固定を掲げています。コンバートによる、中野選手の二塁固定や、大山、佐藤、両選手の 1.3 塁固定構想などはすでに、話題となっています。そして、捕手のポストで、岡田監督が、正捕手と早々公言したのが、梅野選手です。梅野選手は2013年入団の9年目選手。3年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞するなど守備において評価が高い選手で、攻守において、長年阪神を支え続けている選手です。2021年には、東京オリンピックの日本代表選手にも選出され、日本チームの金メダル獲得に貢献するほどの活躍を見せています。そんな梅野選手ですが、近年出場の機会に恵まれないシーズンが続いています。矢野元監督は、その監督としての期間中、捕手に併用起用を続けていました。さらに、2021年シーズン後半には、坂本誠志郎選手が、スタメンマスクを被る機会が増え、梅野選手が、ベンチスタートの試合が続いていました。そんな起用もあり、昨シーズンは100試合の出場に止まり、打率も、2割2分8厘、25打点という結果になり、思ったような活躍ができないシーズンが続いてしまっています。悔しいシーズンが続いた梅野選手でしたが、岡田監督の正捕手固定発言を受けて、来季復活への決意を固めています。今オフでの契約更改ではいつになったら、正捕手と呼ばれるのかと、もやもやして不満だ。と話しており、同時に来季のチームをリードする責任について触れ、そのやる気をあらわにしていました。岡田監督も梅野選手には格別の期待を寄せており、レギュラーを確約するとともにチームを引っ張る存在として名前を挙げ、絶大なる信頼を置いていることがわかります。シーズンを通した活躍に期待が高まっています。いかがでしょうか。今回は阪神の新監督に就任した岡田監督が指摘したこれまでの阪神の采配についてご紹介しました。指揮官によってチームに対する思惑は様々であり、その意向によってチームカラーは大きく左右されます。岡田監督の言動は一見これまでの阪神を批判するような動きに感じますが、
チームを日本一にしたい、日本一になれるという熱い思いがあってのことだと思います。推し進めている大改革もチームと選手の未来を考えてのことでしょう。今ある戦力を使って阪神は来季どのような成績を残すのでしょうか。引き続き岡田監督の采配に期待していきましょう。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。